タラゴナ・マドリード間を走る、アブス1 0 2ニタルゴ・アベニュエス1 0 2ニ・レンフェは、スペイン政府100%出資の鉄道である。日本語では、スペイン国鉄などと呼ばれる。2005年に上下分離が行われ、現在は、列車の運行を行う会社、レンフェ・オペラドーラに名を残す。本社はマドリード。およそ1万5000キロメートルの路線網を持ち、同国内の都市間交通を呼び、 大都市近郊のセルカニアスなどの都市圏輸送、鉄道貨物輸送の役割を担う。また、代表的な高速列車として、アベニューがある。スペインの鉄道国有化によって1941年1月24日に設立された。2005年1月1日、欧州連合の指令91-442より、レンフェは、列車運行を担うレンフェオペラドーラと、 インフラの管理を行うアデフに上下分離された。レンフェはマドリード・バルセロナ、マラガ間を運行する26編成の高速列車車両に対してシーメンスからのモビリティデータサービスを受けている。鉄道車両が発するセンサーのデータを収集し、解析して車両故障の予兆監視を行い、故障が発生する前に部品交換を行うことなどで、 鉄道障害の予防に努めた結果、定時運行率は99.9%を達成した。また、乗客に対しては15分超の遅延発生時に、運賃を払い戻しするというサービスを提供するようになった。このサービスと、定時運行率のために、飛行機による移動からレンフェによる移動に乗り換えた、乗客は60%に上る。路線網のほとんどは、 ヨーロッパで標準的に使用されている標準機ではなく後機である。なお、アベニューが走行する高速区間はフランスの路線と接続することを考慮し標準機が採用されている。フランスとの直通、高速新線と在来線の直通のために古くから機関可変車両を多く運転しており、その技術と実績は世界トップレベルである。 機関可変の高速電車も世界に先駆けて実用化した。スペインでの高速鉄道事業は1988年に首都マドリードとアンダルシア州の州とセビリアを結ぶ路線の建設が最初で1992年にアベニューとして運行を開始した。マドリードからバルセロナへ向かう高速鉄道路線も完成している。 リレイダまでは2003年10月11日に路線の大部分の区間であるタラゴナまでは2006年12月に開業し運行を開始している。バルセロナまでの区間は2008年2月20日までに開業した。新しい高速鉄道路線としては2005年9月に開業したマドリード・トレド間の路線、2007年開業のコルドバ・マラガ・アンテケラ間の路線などがあり、 スペイン各地で高速新専門の整備が進められている。フランスから延伸されてくる高速鉄道路線の開業は2009年以降が予定されている。社内のカフェテリア、ありがとうございます。